はい、皆さん、こんにちは。TKM です。はい、今日は、この、えっ、ー、と、トーキングデータアドトラッキングフラウドディテクションチャレンジっていうのが、まあ、あの、3 days ago、まあ、ちょっと前に終わったんで、まあ、それの動画を作ろうかなと思って作りました。でまあ、私の順位なんですけど、まあ、11位で一応まあ、ゴールドは取れたので、まあ、少し面目は保ったかなとは、 思いますが、まあ、上位陣に小牧さんやら、フローライトさんやら、まあ、ママスさんとか、ポケットさんとか、まあ、上位陣かなり、ええと、いるので、まあ、あんまり自分のそんなにこう、共有してもあれかなと思ったんですけど、ま、あかぐる芸人、かぐる YouTuber を名乗ってしまった以上、ま、あ作った方がいいかなと思ったのと、まあ、私の結構ね、開放がシンプルなので、まあ、結構しんええー、と、 あまりカグルに慣れてない方とか、初心者の方にもまあいいのかなと思って、まあ私のそのウェニングソリュー、まあ 11th ソリューションをまあ共有していきたいと思います。で、一応まあディスカッションにはもう上げていて、えっ、ー、と、こことかですかね。えっ、ー、と、はい、あの、11th price features 書いてありますで、ね、これ、えっと、終わった当日その日に上げたので、結構そのいいねというかあの、ボートがついて、 いますね。まあ、この辺はニート力を使って、ええー、と、まあ、上位の、あ、まあ、いっぱいその冒頭をもらうという技をやっていますね。まあ、ニートって言ってももう、ええー、と、大学に進学決まって仕事も、ええー、と、募集し始めてるので、もうほぼほぼニートじゃないんですけど、まあ、ええー、と、まだ時間があるということですね。はい。まあ、ちょっとこれに沿って見つつ、この Gist や GitHub の、ええー、と、やつを見て、ええー、と、解説していきたいと思います。 まあ、まず私は基本的に全部、えっと、処理、えっと、前処理を今回ビッグクエリで、えっと、やりました。ちょっとお金の関係でビッグクエリ閉じちゃって見せらんないんですけど、なんかもうこっちのデータとかですかね。まあ、知らない人もいると思うんで、一応データの説明をしておくと、まあ、今回はその IP とかアプリとかデバイス、OS チャンネルとかが分かっていて、あとクリックタイムで、えっと、 まあ、その、この is attribute っていう、この indicating the apple was downloaded って言っていて、まあちょっとこれがフロードなのかよくわかんないんですけど、まあ、えっと、これを当てに行くという、えっと、形です。で、まあ IP とかアプリとかデバイスとかは、えっと、エンコードされて、まあ、わかんない形にえとなっています。で、えっと、 かなりデータがでかくてですね、私、ここに書きましたけれど、まあ、トレーニングデータ、えっ、ー、と、11月だったかな。昨年の11月の、えっ、ー、と、7の途中からデータがあって、7、8で、9で、10日がテストになっているという、まあ、ある種時系列的なコンペでしたね。で、ここに書いてある通り、まあ、2億件弱。 の、えっ、ー、と、データがあるので、まあ、これをしっかり処理できるかみたいなところも、結構このコンペの見どころの一つでしたね。はい。えっ、ー、と、スラックとかで聞いたら、まあ、あの、とんでもないマシンを、えっ、ー、と、借りてる方とかも、えっ、ー、と、いましたし、えっ、ー、と、この、例えば、ディスカッションで、えっ、ー、と、ファーストプレイスの小牧さんとかは、まあ、あの、ダウンサンプリングしたっていうので、まあ、ああの、 ネガティブ側のサンプリングを、まあ、あの、減らしたよっていうことを言っていますたね。あの、ポジティブだけは全部使うと。まあ、アノマリーディテクションじゃねえや。えっ、ー、と、あ、いいのか。アノマリーディテクションとかフォアディテクションっていうのは、まあ、精霊が基本的に少ないコンペなので、まあ、こういったことをよくやりますね。はい。で、まあ、私はただ、えっ、ー、と、全部、えっ、ー、と、ビッグクエリにとりあえず突っ込んで、あの、ビッグクエリパワーでやりました。 今回初めてビッグクエリの使用量が万を超えましたね。まグ、あ、ルレベルだと普、普通に、まあ、まぁ、千円とか二千円ぐらいでいつも終わってたんですけど、さらに二億件をゴリゴリ、えっと、派手に回すと、まあ、えっ、ー、と、ビッグクエリのコストも、まデ、あ、ータのあの、データ容量も入れて、ま一、あ、万とか、えっ、ー、と、いったので、まあ、えっ、ー、と、 まあ結構お金はかかったなと思いますね。ただ、まあ、この1万円を高いと見るか低いと見るかは結構人によると思います。まあ私としてはこの2億円をゴリゴリ2ヶ月間ぐらい処理しまくって1万円ならまあいいかなと思っています。まあちょっと留学資金ねとか言ってるやつがそんなこと言っていいのかって話はありますが、まあこれから見せるクエリ20分でね終わっちゃうんで、まあかなりえとビッグエリは早いです。で結構まあ学生さん とかは、えっ、ー、と、SQL に慣れてない方いて、まあ、パンダス最強みたいになることあると思うんですけど、まあ、SQL っていうのは覚えとくと非常にいいです。えっ、ー、と、なんでかっていうと、企業のデータっていうのは、まあ、大体データベースに入っているんですよ。まあ、AWS だと RedShift だったり、最近はビッグクエリに入っていることもかなり多いので、まあ、SQL っていうのはデータ触る入り口に今後、 企業だとなっているので、まあ、学生のうちにカグルとかで慣れてるとまあ、かなりえっ、ー、といいですね。はい。でまあどんなことしたかっていうとまずテストとトレインを合体させました。これ何もしてないです。あのちょっとタイムディフって変なの入れちゃってるんですけど、えっ、ー、とあこの辺もそうか前処理のコード。 一個前に挟って待ってたな。ちょっとここ直しますね。えっ、ー、と、まあ、あの、与えられたやつに、あの、このクリックタイムを、から、まあ、ちょっとデイオブウィークとかミニスとかセコンドとかを、えっ、ー、と、取ったような、えっ、ー、と、データが、えっ、ー、と、これになります。で、えっ、ー、と、やった人向けの話を少しすると、えっ、ー、と、データは、えっ、ー、と、このテストサプリメントっていう方を使っています。えっ、ー、と、テストは、 ちょっとなんか、お金ないんで全部削除しちゃったんで、手元に資料がないんですけど、あの、普通のテストは、あの、1でい、えっと、11月10日の、なんか4、4時、6時、10時とか、まあ、なんか3つの時間帯のデータが抜き出されてたんですね。なので、すごいちっちゃいんですけど、まあ、テストサプリメントは1日分のその10日の全部のデータが与えられているので、えっと、 えっと、まあ、処理使いたかったらこっちを使っていいよっていう話でしたね。まあ、最初はこれが公開されて、で、なんかごめん間違いだった。まあ、でもコンペ使っていいよっていうんで、えっ、ー、と、公開されたっていう経緯があって、まあ、少し混乱がありましたね。ただ、ま、今後こう、あの、問題になるその、一個前のレコードとかを使うときには、まあ、これじゃないと、あの、ヌルが入っちゃうことが多くなるので、あの、まあ、私としては、えっとつ、これを使っていましたね。 で、えっと、ま、くっつけます。で、あと、この辺は、えっと、ユニークのカウントですね。えっとあ、ユニークじゃないか。これ普通のカウントか。えっと、day, hour, ip, os でカウントして、それが、ま、何回あるかっていう。まあ、このカウントフ f ーチャーっていうのが結構カーネルで最初出てきて、まあ、効くということで、私は入れましたね。で、この diff っていうのも入れたんですけども、も最終的に、 えっと、入れなかったかなえっ、ー、と、ちょっと後で出てきます。まあ、その、このレコードの最小値、最大値と最小値引いたセコンドの、えっ、ー、と、タイムディフを取っています。こういうのをさらっと書けるのが結構 SQL いいところですね。はい。で、えっ、ー、と、でえ y hour, ip としているのは、なんか途中までで、ip が同じでも、あの、ハッシュ化されてるせいで、日をまたぐと同じ、 ip でも違う ip なんじゃないのかっていうことが言われていて、なんでまあ day とか hour もグループバイに加えないと、まあ ip, いわゆる ip っていう意味での情報にならなかったみたいですね。はい。で、えっと、こっちは day hour ip で、あとはそのユニークカウントを結構やってますね。これもカーネルで出てましたね、その、そのユニグループバイした時のユニーえっと、hour とか、えっと、アワーとえっと アプリとかデバイスとかこの辺のチャンネルとかの、えっ、ー、と、ユニークのカウントを、えっ、ー、と、回せるとあ。が結構効くということで、カーネルとかだとサンプリングしてましたけど、まあこういうカウントディスカウントディスティンクトを2億件に、えー、と気軽にかけられるっていうのは、まあ、まあビッグクエリやばいところですね。はい。まあこの辺もそうですね、デイアワーデバイスですで。ここはアプリだけですね。で、えっ、ー、と、 これは IP でカ,、えー、とカウントディスティンクトとか取って、あとは、アワーとかミニッツの、えー、と標準偏差とかをまあ作ってますね。この辺はあんまり聞かなかったんですけど、まあ、ノリと勢いで全部試しましたね。はい。であと、そのクリックが何回目の、えー、とロえっ、ー、と、何回目のクリックかとかを、まあ、ローナンバーで、えー、と表現できるので、ローナンバーで、F、入れています。 でですね、まあ、この辺は、SQL で、まあ、この辺見た方がいいかな。ちょっとこの辺全然整理しないんですけど、えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、カウントディスティンクトとか、えっ、ー、と、カウントは全部、えっ、ー、と、全通りをブルートフォースで特徴を作ってあ、えっ、ー、と、調べています。ちょっと、最後の方、ワチャワチャしてて消しちゃったクエリ多いんですけど、 カウントディスティンあ、そうそう、こんな感じで、ローナンバーとかも、えっ、ー、と、全通りを、えっ、ー、と、すべて試して、で、聞くやつをどんどん残していって、えっ、ー、と、メモリーに乗るのが40特徴とか50特徴ぐらいだったんで、まあ、上位50を残し続けるっていうオペレーションをひたすら続けていって、えっ、ー、と、上げ切ったっていうのが、まあ、今回の私の戦略ですね。まあ、なので、まあ、ここに乗ってんのは、まあ、その、えっ、ー、と、厳しい戦いを勝ち残った40フィーチャーぐらいが残って、 いいるという感じですね、まあ、特にこの MI っていう、この MI だ、m a s t IP。IP でグループバイスしたアカウントディスティンクトとかはかなり聞いたので、えっ、ー、と、はい。あと、まあ、このマスト t AP、マスター APP とかも残ってるよな。はい、ですね。なんか、小牧さんの方の,の LDA とかマクトレックスファクトライ i ーション系をアプリケーション、APP でやってるので、まあ、その辺は聞いたのかなと。 思いますね。いや、個人的に最近、マクトリックスファクトライゼーション、まあ、いわゆる、あの、ディメンションリダクション系のフューチャーエンジニアリングは、あんまり聞いた経験がなかったので、試さなかったんですけど、まあ、小牧さんのウィニングソリューションを見ると、あれかなり聞いたみたいなんで、えっと、ちょっと、まあ、認識を改めないとな、という感じですね。まあ、今度のミートアップでフローライトさん来るんで、その辺の話も、まあ、伺いたいと思いますね。 はい。で、ローナンバーです。この辺はその、えっ、ー、と、レフトジョインでくっつけてるだけです。で、あとはこのタイムスタンプディフ、あの、いわゆるネクストクリックっていうのが、えっ、ー、と、カーネルで話題になって、まあ、そのクリックの次のクリックがいつか、まあ、例えば IP でアプリケーションで区切った時に次がいつかっていうのは、 を、ま、特徴に入れるっていう話があったんですけど、まあ、それも全部、その、ウィンドウ関数として、えっと、記述してしまっています。タイムディフでクリックタイムとラグ取った、あの、一個前のレコードとの引き算。で、えっと、その、区切りは、えっと、パーティションバイでこれ。やって、オーダーはクリックタイムでやります。あと、ディセック入れたやつと入れてないやつ。まあ、だから、こっちはその、次のクリックで、これは一個前のクリックっていうやつですね。えっと、この辺も、この、 パーティションバイは全通り調べて、えっ、ー、と、やりました。で今回の、えっ、ー、と、コンペの特徴なんですけど、ま、データよくわかんないんですよね、見ても。えっ、ー、と、フロードディテクションって言っても何のフロードかわかんなくて、全然ドメイン知識が、えっ、ー、と、使えません。まあ、かぐる、アンチカグラからすると、この辺がかぐるダメなんだよって言われそうですが、 今回は本当思考停止して、えっ、ー、と、全通りのブルートフォースで特徴を作るっていうのが、まあ、結構私としてはうまくいった戦略でしたね。で、まあ、この辺も全部調べていますね。えっ、ー、と、アワーの、えっ、ー、と、標準偏差とかもいろんなスプリットで切ってやっています。まあ、ただ、ちょっと、オシムラックはこの辺わちゃわちゃやって、クエリを上書きしてギットに残しておかなかったので、最後の方に、まあ、残り50特徴を残したで、 ですけど、50だと少し切りすぎてたっぽくて、もうちょっと、あの、特徴を残しておけば、最後、えっ、ー、と、まあ、メモリいっぱいにして100特徴とかで回せば、えっ、ー、と、点数上がったのかなとは思いますね。はい。まあ、その辺は少し後悔です。だ、この、まあ、いわゆるバージョン管理的な話は、もう少し、あの、頑張んないとなと思っていますね。はい。 で、最後、えっ、ー、と、この辺はね、メモリエラーになっちゃうんで、クエリを切り離しました。えっ、ー、と、IP でグループ倍してアワー、Hour、え、のー、スタンダードとか、えっ、ー、と、Day のスタン、えっ、ー、と、スタンダードっか、あの、標準偏差か、とかをやって、最後をジョインして、えっ、ー、と、やっています。まあ、ここは、上と分かれてるよりは、単にあの、ビッグクエリが、えっと、メモリないよって起こったんで、クエリを分割しました。で、最後に、 8日より前。えっ、ー、と、11月7、8だったと思いますけど、7日、8日。と、で、えっ、ー、と、バリデーションデータのより9日。で、えっ、ー、と、テストデータの10日っていうのを、えっ、ー、と、やっています。あー、そっか。これ書かない、書かないといけなかったな。こっちだと多分、ちゃんとやっていて。私、あの、テストサプリメンタル使っているので、最後、えー、っと、 書いてないかな。<laughs> これ結構、俺も結構ぐちゃぐちゃになっちゃってるな。ああ、そっか。えっ、ー、と、クリック、そのテストサプリメンタルで実際にあの、削除対、あ、あの、予測対象になってるやつだけにしてあるはずです。ここに、だから、あの、クリック ID is not null がで入っていますね。やっぱ解説するといろいろ出てきますね。ただ、特徴を作るときはさっきのこの、ネクストクリックとか、あの、 えっと、まあ、プレイ、プレビュースクリックとかが、えっ、ー、と、おかしくなっちゃうんで、テストサプリメンタルで全部特徴を作った後、フィルタリングかけるっていうことをしていますね。はい。ここまでが、えっ、ー、と、で、えっと、前処理の解説ですねで。今回、えー、トレーニングの方は全然大したことをしていなくて、結構なんか9日の全データでバリデーションするっていうところを、 が確立した以降は特にそのバリデーションセットに気を回すところもあまりやらなくてですね。はい。えっ、ー、と、かなりシンプルなモデルになっています。で、ここ今、あの、Python ファイルいっぱいあるんですけど、これほとんど私前半戦 LSTM、えっ、ー、と、ニューラルネット縛りでこのコンペ参加していたので、まあその名残ですね。だから見るべきはこれしかありません。実はこれと、これですね。ロードデータ。はい。ロードデータ見ると、 はい、えっ、ー、と、リード CSV で、えっ、ー、と、まあ、いくつかドロップして、まあ、少し、まあ、デイとかスパンとか、あの、予測日が違うんで、デイはと落としました。まあ、スパンはちょっとあの、忘れてください、あの <laughs>、ちょっとこの辺少しやっぱ古い、古いやつになってるんだ。最後あの、お金ないから、インスタンスのやつ最後プッシュせずに捨てちゃったんですよね。もう大したことこっちではやってないので。まあ、なので、まあ、ま、 ほぼ、ほぼ読み込んでいるだけと思ってください。で、さっきやったあの、バリットとテストと、まあ、トレイン、トレインか。トレイン、あ、このプレイブっていうの。まあ、プレーブは忘れてください。あの、ヨトレイン、最初8日だけでトレインしてたんで、7日のことをプレイブって呼んでたんですよね。はい。なので、まあ、トレイン、バリット、テストを読み込んで、まあ、ここはほぼ何もしてないと思ってください。あの、変な行動をドロップしてるぐらいですね。はい。 で、トレイン LGB で、えっと、トレインしました。まあ、なので、まあ、これが私のサミットなんですけど、さっき見てたら、0.98台に乗ったのが、ここ、えっ、ー、と、20データ5なんですよね。なので、結構初期の LSTM 縛りを結構やっていたんで、えっと、サミット180ぐらいいってるんですけど、 まあ、あの、本格的にやったのは、まあ、やっぱ1ヶ月ぐらいなのかな。特にここでネクストクリック系の、の前あの、ブルートフォースで試し終わって、えっと、ガツンと来たっていう感じですね。まあ、その後はちょくちょく、まあ、前作った特徴とかをいろいろ入れながらやっていったっていう感じですね。ここからは結構、あの、ゆっくりしたアップになりましたね。はい。まあ、ちょっといろいろ行ったり来たりしてますが、まあ、最後見ると、はい。 まあ、トレインデータ読み込んで。で、一時期、私もダウンサンプリングを試しました。が、まあ、あんまり、スコアが全量やった時の方が良かったんで、結局、ダウンサンプリングはやらずに、えっ、ー、と、やってしまいましたね。はい。え、スケールコースウェイト、これ、ま、使ってないんで無視してください。まあ、こういうね、汚いのが許されてしまうのがカグルなんですけど、はい。ご容赦ください。で、えっ、ー、と、ここで、バリデーションデータを読み込んで、えっ、ー、と、X バリッド、Y バリットっていうのを、ふうに入れてますね。 で、これがパラメータです。で、パラメータグリッド切ってるんですけど、これ一通りしかないんで、ここの方分は、そのまま流れます。で、ここでいつもは、えっ、ー、と CV を回してるループなんですけど、今回は CV じゃなくてバリデーションセット切ってるんで、if1 でえとやってしまってます。すみません、えっ、ー、と、インデントを直すのがめんどくさかったんです。はい。ね、いつもこのトレーニングのやつとかは、もうちょっと綺麗にしようかなって思いつつもめんどくせえからいいや、みたいになって、 ている感じです。はい。えっ、ー、と、まあ、仕事の時はもうちょっとちゃんとやりますが、まあ、今回は、まあ、サクッとこの、いつものコードでできるように、まあ、ここの、もうあの、バリデーションきえー、CV 切った後の変数に、の名前に無理やり入れちゃって、いつものコードで動くようにしていますね。でカテゴリファルフィーチャーは設定してますけど、まあ、適当ですね、今回。あんまり、 やんなくてもですね。はい。動いたと、あの、動いたと思います。で、えっと、データセットはバリューズにしてアズタイプでナンパイのフロート32で突っ込んでいます。これやらないと、えっと、中でメモリ爆発するので、えっと、フューチャーネームも用に与えています。ただ、えっと、一回、えっと、 バイナリに書き出すっていうのはライト GBM できるんで、そっちでやった方がさらにメモリが少ないです。まあ、今回は、ま、そこまで、ま、めんどくさかったっていうのもありますね。まあ、結構時間なくてですね。っていうのはま、言い訳になるんですけど、ガチリ始めたのはやっぱ1ヶ月ぐらいなんで、はい、あの、この辺は、ま、いつものコンペの資産をそのまま使ったっていう感じですね。 だか,らなんか結構、フォーラムでも、あの、ハイパーパラメータチューニングが聞かれたんですけど、少しは回していますけど、あんまり回してないです、今回。あまあ、ノリですね、はい。で、えっ、ー、と、まあ、この辺はいつものコードですね、ログとか、プレディクトして、まあ、ログ出してで。これは私の入門動画見ていただければ、わかると思う。で、トレイン2はたまにあの、この、 えの、この、ブースティングのラウンドえっ、ー、と、アーリーストッピング、ライト GBM がアーリーストッピングした後、リフィットするときにメモリが死ぬことあるんで、まあ、それ用にそのリフィットだけを書いてあるやつですね。でちなみに、えっ、ー、と、リフィットは、えーと、バリデーションデータも入れてます。なので、まあ、最終的に11月7、8、9のデータを使ってトレーニングして10を当てに行くっていうような、えっ、ー、と、形をしましたね。 形にしました。で、8日はバリデーションセットで、その、ブースティングラウンドとかを、えっ、ー、と、制御する形に、えっ、ー、と、しました。はい。まあ、この辺はちょっと私のかぐる入門動画の方を見ていただければ、えっ、ー、と、わかりやすいですね。ちょっとログのやり方とかももうちょっといいやり方あんなと思っていますが、まあ、いつもの行動を今回は結構伝えましたんで、えっ、ー、と、まあ、こんな感じになっていますね。 解説すると最後のサーミットコードと違うところがありますね。まあ最後お金かかってたんで一気にガシャンってビック。あの GCP のアカウント落としちゃったんで、まあ今回はこんな感じになってますね。はい。やっぱお金ないってね、良くないですよ。はい、ただまあ、カグレにまあ今回7、8万くらい使いましたけど、まあネットゲーに7、8万使ったって思うとやばいっすよね。はい、カグレなんか正当化されちゃうんであれですけど。 ま、それなんでちょっと、個人で参加するのはもうな、しばらくないですね、かぐる。ただ、ちょっと計算機とかを支援してくれるみたいな話がちょくちょくあるので、少し、まあ、そのサ、スポンサードいただけたら、えっと、かぐる、まあ、あの、留学前も少しやっていけたらなと、思います。じゃあ、まあ、最後まとめますが、まあ、結構、その、 労力的に最後、ガチにやった期間としの割には結構上位に行けたかなと思っていますし。し結構その、シンプルな行動で勝てたなとは、まあ、あの、ゴールド取れたなとは思いますね。後悔としてはその辺のその、フューチャーエンジニアリングした、あの、結果とかを、もうちょっとあの、 あの、取り出しやすいようにしておけば、最後そのメモ落とした特徴とかも最後、時間終った時に入れて、試せたなと思います。あと、今回すごいデータが多かったんで、そのトレーニングデータの量のオーダーを、ぐちゃぐちゃでやってたんですね。なので、まあ、ある種シードを変えてたような形になるんですけど、それやっちゃうと、スタッキングができないんですね。はい、はい。 今回アンサンブルが効いたんで、スタッキングはもうちょっとやればもう少し点伸びたかなとは思っているので、まあ2億件を相当しますかっていう話はあるんですけど、まあ本気で狙うならやるべきだったかなとは思いますね。あと、こんだけあの LSTM のコードがあるんだから、さあの最後 LSTM も試せばよかったなと思いますね。あの、最後の、あの、 上位のその特徴だけ使って。やはりね、最後の方頭沸騰していたのもあのと、まあ、シンプルにやっただけだと、ニューラルネット、あの、点出ないので、あの、ベストフィッティングさんが0.982とかをニューラルネットで出しているのは、あれはまあ、えっ、ー、と、神業に近い、えっ、ー、と、チューニングがあっての話だと思うので、まあ、簡単には言えないんですけど、まあ、後悔としてはまあやれば、えっ、ー、と、かったかなと思いますね。はい。 まあ、なので、今回は、本当にシンプルですね。えっ、ー、と、カーネルにあった特徴を愚直にその、いろんな通りを試して、えっ、ー、と、まあ、あの、ビッグクエリの処理速度に助けられて、まあ、パワーでか、えっ、ー、と、パワーで戦ったっていうような、えっ、ー、と、ゲームですね。なんで、まあ、カグルだと、まあ、ラプトップとかで処理しちゃう方も結構多いと思うんですけど、 こういう技術スタックが、えっ、ー、と、かなり、えっ、ー、と、頼もしい場面とかもあるんで、s、まあ、ー l 冒頭に述べたように結構、えっ、ー、と、働く上では重要な技術なので、えっ、ー、と、まあ、パンダスとか R だけじゃなくて、いろんなものを、えっ、ー、と、かぐる、やるときに試してみるといいんじゃないのかなと思います。えっ、ー、と、じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。まあ、質問とかはね、コメントとか、 あと、まあ、あの、ツイッターとかカグルスラックで聞いてくれれば、えっ、ー、と、いいので、まあ、気軽に聞いてください。まあ、ち、うん、ミートアップ、運営をやっているんですけど、まあ、運営あんまりこう強くないと格好つかなかったんですが、えっ、ー、と、まあ、なんとかゴールドメダルを取って少し格好がついたので、えっ、ー、と、よかったです。えっ、ー、と、はい、ご視聴ありがとうございました。